皆さんこんにちは、サンディです。今日はクイーンズレンズさんのカラコン、今月届いた3色を紹介していきたいと思います。では始めましょう。はい、ってことで今日は3回目になります。前回と前々回のビデオは最後の方に載せておきますので、もしよかったらそっちの方も見てください。そちらのビデオの方で、もうちょっと詳細というか、今までのどれくらいの期間で届いたかとか、そういう詳細はそちらのビデオに載っていますので、もしよかったら第1弾と第2弾の方のビデオも見てみてください。で、今回は、また3つ3色で、今ハマってるシリーズがあって、で、そのシリーズの違う色を買いました。で、それが2種類と、あとは、ずっとね、広告でも見かけてたカラコンになるんですけど、そのカラコンも早速レビューの方を見ていきましょう。こちらの色がよく広告などで、使われているカラコンになります。可愛くて気になっていたので買ってみました。こちらの色は前回のピンクと水色のカラコンの茶色いバージョン、同じシリーズだけど茶色のカラコンになります。第1回目は濃いグレー、第2回目は水色、そして今回はホワイト寄りのグレーを頼んでみました。で、今回は、前回買ってるシリーズのこの色を買ってみました。で、すごく可愛いんですけど、グレーでもなんかホワイト寄りのグレーになり、すごく可愛くて、なんかもう雰囲気をかなり変えてくれるカラコンになっています。はい、で、今回はこちらのアイシャドウも一緒に届きました。で、この色はすごく可愛い色なんだけど、多分いろんなルックができるんじゃないかなと思います。また違う機会の時にこのアイシャドウを使ったルックを作っていきたいと思います。はい、ではそんな感じで今日の動画を終わりたいと思います。で、第1弾と第2弾のビデオも、ここら辺に載せておきますので、もしよかったら見てください。で、そう、チャンネル登録まだしてない人はよかったらチャンネル登録のボタンもここら辺に載せておきますね。ここをポチッとするとチャンネル登録ができます。それから、私がビデオを上げた時にお知らせしてくれる、通知してくれるボタンもありますので、チャンネル登録の隣にある鐘のマークかなを押すと通知がいくようになりますので、そちらの方も押していただくとアップしたと同時に通知がいきます。それから私ほとんどいつもインスタグラムにいるので、もしよかったらインスタグラムの方もフォローしてください。あとツイッターとスナップチャットもやっています。よかったらそちらの方もフォローしてください。ではまたねー。